モレシー・ボート・クラブは1866年に設立されたイングランドの想定クラブ。1990年代後半よりレアンダー・クラブに加盟している。設立1年後の1867年に創始されたモレシー・レガッタを主催し講演している。ボート・クラブはデムズ川のモレシー・ロックとサンベリー・ロックの間にあるデムズ川沿いの遊歩道にある。 コースは、主席間の想定可能距離が 4.5km で、地元のスキフクラブや、学校のクラブと共有している。毎年、英国代表チームトレーニングが行われない、レガッタシーズン終了後には、メダルを受賞した選手の練習場として使用される。会員は、約700人。ジュニア、初心者、シニア、ベテランからなる4グループにより構成され、 男女の英国代表選手も在籍している。運営は16人の選任された会員からなる委員会が行い、委員会は5人のクラブ役員である、キャプテン、キャプテン代行、副キャプテン、事務局長及び会計担当を含む、会員数70から80名、13歳から想定の指導を受けられる。地元の学生会員と緊密に連携し、国内外で、 J18 で優勝できるレベルのチームを育成することを目的としている。会員数約60名。スポーツを生活に取り入れたい初心者に、想定とスカリングの機会を提供している。条件を満たせば、シニア部、またはマスターズ部に編入できる。会員数約140名。ブリティッシュローイングより、上級重量選手の高能力クラブと評価されており、 この部における幅広い領域にわたる結出した実績とプロによる優れた指導で知られている。急症ベテラン部。最大の会員数を要するグループ。A から H クラスに分かれており、男女ともほぼ毎年様々な大会に代表選手を派遣している。ビルディングソサイティと国際スポーツ振興協会がスポンサーをしている。過去には スポーツイングランドエルムブリッジボローカウンシルや公共団体などの資金支援を受けた。ありがとうございます。